はい、どうもこんにちは、秋藤です。前回も資材を探し回ってたんだけど見つかんないね。見つかんないけど証拠にもなく、ちょっとあんまり行きたくないこの山の中へ。あ、鶏肉、こんなとこにアルパカがおる。森の中はね、迷うんで。とりあえずまっすぐ。返せるようにまっすぐまっすぐ行ってみよう。多分スポーン地点この辺とかじゃね。違うか。で、氷を渡って氷をつるつるっと渡ったら、お、あれは、ここは水か。やべえ、何にもねえ。資材が。お、ここはいい感じなんでね、ちょっと降りたいな。降りたいけど、あ、日も暮れてきてしまった。エレベーターで降りていきましょう。で、真下にいるのやめてほしいな。怖っ。明かり確保。鉄があるよ。鉄がありますね。そしてまたクリーパーさん。ある程度距離を取れればね、そんなに怖がらなくても大丈夫なはず。まあ、食らったら死んでしまうけど。まだまだ下がありますね。降りるか。どこ?スケさん、このタイミングで来るのはちょっと嫌だ。どこにいる?下か。下だな。いつもよりしっかりと
道を作っておきたい。お、鉄が豊富。おっと、鶴橋予備あるね。よし、この先は石炭か。石炭もね、取引で使うから、あとタイマー使う、作ったりするのに使うから、しっかりと回収しておきたい。この下はまだ広いのか。広そうだな。今一瞬雲の鳴き声がしたけど、うわー、どっから来るわ、正面だった。これは回収いけないね。ちょっと全てを失ったよ。うわー、ショックや。さすがにちょっと今から回収行ったんじゃ追いつかないね、あれは。黒猫かわいい。資材がないな。全部使っちまってんな。どうしよっかな。とりあえず その辺で石を掘ろう。石時代に逆戻り。俺の文明の利器が、あ、ちょっと木も切らんと。もうこれリスポーン地点が変わっただけで、村になっただけで、もう初期化同然っすよ。とりあえず斧がないと石回収できないから、あ、斧じゃなくてツルハシか。よし、
急いで石器時代に戻ろう。石どれくらいあればいいっけ。20個もあればいいか。よし、これで石器時代に戻ろう。ついでに木切っていこう。いやー、鉄を一気に失ったのはつらい。石の斧、石のつるはし、いろいろ足りてねえな。石の剣、石のシャベル。よし、とりあえずこの石装備でいこう。食料が人参くらいしかねえ。作物は育ってる？畑どこだ？ちょっと畑を拡張してやりたいのもあるんよな。この辺に土をバーッと埋めて、まあでもその前に資材。お、雪降ってきた。吹雪いてる。お、あの辺とか。ウサギを仕留めたい。ご飯。ダメか。めっちゃ吹雪いてるやん。こんな日に出かけたくねえ。あ、雪と雨の境目だ。モンスターの声してますが、どっから？後ろから。今はライフを削るわけにはいかんのよ。
ここもう来てるね。ちょっと松明を確保しよう。で、今度はスケさんどこ？どっからのスケさん？いた。怖いわー。クリーパーさんがね、静かに近づいてきたときがね、どうしようもないよな。よし。これで松明は OK。 ここで石炭掘れるだけ掘っとこう。全然話は変わりますが、近況ですね。最近はね、自障壁のある人格っていうのがちらほらと出始めてて、そこにちょっと困ってっかな。もともと自障壁がひどかったのをこう長年我慢してるっていう感じだったから、その我慢が一気にひもと、こう一人暮らしになることによってひもとかれたっていう感じよね。まあこれは病院とかでね、しっかりご相談って感じだけど。俺としてもどうしてやるのがいいかわからんっていうのがちょっと困りどころよね。日が暮れる。くれるし、モンスター湧いてる。ちょっとカエル方面で行こう。ゾンビの声もしてる。マジで吹雪いてんな。あ、食料が尽きてしまった。やばい。ちょっと近場でもうちょっと食料を探したいな。あれ、帰り道ここで合ってる？お、降りれそう？降りれるな。いやでも今食料ないんや。食料ないとどうしようもないから、
ちょっとここ保留。ウサギを仕留めたい。なんか狙われてるけど。ダメだ、モンスターが。おお。危ね、ハートが。こんなとこで起こしてる場合じゃなかった。やばい、お家に帰れない。豚を。スタさんもいる。あー。さっき死んだところどこ？完全に迷子やったよ。でもせっかく石炭集めれたからね、なんとか拾い集めたい。どの辺で死んだんやろ。もっとこっち側か？おっと、スケさんいる。今装備何にもないから狙わないで。ダメだ、見つかる気がしない。見つかる気がしないので、もう一から頑張るしかないね。手堅く行きたいんよ。確実に進めたい。序盤がハードすぎるっていうね。装備さえ整ってしまえば、エンチャントゴリゴリに乗せてしまえば、もう怖いものなしなんだけど、今は怖いものがありすぎる。にして、スケさんが怖い。逃げろ。ハートが2個しかない。仕方がない、牛肉食うか。村を整えるには資材がいるが、資材を集めることがままならんっていうのは、これよろしくないな。
鶴橋小野剣しゃべると何回これやるよ。とりあえず石森の中で動物と出会いたいな。ご飯と出会いたい。豚がいる。豚さん、俺の今日の晩ご飯になってください。もう一匹、もう二匹、食料食料。ほんまだいるぞ。仲間が次々とやられていってるのに逃げないって危機感なさすぎるやろ。ちょっとこの辺ツルツルっと。狼仲間にしたいな。ワンコを連れて回りたい。この氷の川をたどって、まず石が欲しいよな。石、走れんと思った。空腹だ。ちょっと一回肉焼きに帰ろう。川沿いに行けば帰れる。あ、石発見。次の石器時代こそうまいこと乗り切ってみせよう。頑張るよ。ご飯はいないかな。ご飯ちゃん、お家が見えてきた。食料確保重要だな。ダメージ受けても回復できんのつらすぎる。
村人はこんなにいるのにね。食料が全然育ってない。畑を拡張したいな。そのためには土を集めなあかんな。よし、ちょっと心もとないけど、あっちの海側行ってみるか。なんもないかな。どこまで氷なんやろ。いやー、滑り放題。お、あそこにちっちゃい洞窟的なものが。洞窟ではないか。閉じてるっぽい。ベッド持ち歩こう。村からベッドパクってこよう。こう毎回毎回モンスターにやられるの、まあクリーパーさんとスケさんだけど、日中の遭遇率を考えると、ベッドがないと厳しい。ちょうど空きベッドがありましたね。よし、ちょっとリスポーン地点を他で設定しといて、氷の世界へ行ってみましょうというところで、もうお時間ですね。マジ全然進展しないね。もうちょっとぐらい進展してもいいやろという気がするんだけど、全然進展してくれない。というわけで、次回なんとかしてなんとかして進めます。ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。